こんにちは。ゆっくり霊夢です。こんにちは。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は、ドラム缶女性小殺事件について解説していくぜ。名前からすでに怖いんだけど。この事件は、二人の女性が生きたままドラム缶に入れられ、小殺された事件だ。嘘、生きたまま。ああ。なぜこのような事件が起きてしまったのか、犯人グループの行動をもとに解説していくぜ。それではゆっくりしていってねー。事件は2000年4月4日未明、愛知県瀬戸市の山中で起こった。犯人は6人グループで、主犯は事件当時中古車販売業を営んでいた川村幸也と、被害者の夫から借金の取り立てを行うよう、父親に命じられていた野村哲也の2人だった。主犯は2人だったんだね。他の4人は、詐欺会社の社長だった牧田明和、その弟の佐藤光輝、被害者の拉致を行った白沢秀樹、池田光一だ。事件の被害者は当時65歳だった深谷陽子さんと、その妹で、当時59歳だった高橋勝子さんだ。もう一人、陽子さんの夫で殺害計画の対象だった深谷茂樹さんも被害者だな。そもそもどうして殺害されちゃったの？茂樹さんは、喫茶店と貸金業を営んでいたんだが、その資金で多額の借金を抱えてしまっていた。その回収ができなかったことに腹を立てた川村と野村は、茂樹さんと、その妻である陽子さんの殺害を計画したんだ。腹を立てただけで計画したの？詳しくは口述するが、野村の父親が影響しているんだ。2000年4月4日、茂樹さんと陽子さん、さらに高橋勝子さんの拉致、殺害計画を実行したが、茂樹さんは近所に逃げ込み、事なきを得た。しかし、陽子さんと勝子さんは逃げ遅れてしまい、6人に拉致されてしまったんだ。ひゃあ、白沢と池田を欠いた4人で山中まで車を走らせた後、2人をガムテープで、ぐるぐる巻きにしてからドラム缶に詰め込み、ガソリンをかけて焼殺した。うわぁ、6人はすぐに逮捕され、裁判では川村と野村が死刑、牧田と佐藤が無期懲役、白沢と池田が懲役12年の判決だった。以上が事件概要だ。殺害の方法がひどすぎて、言葉も出ないわ。ここからは、犯人グループたちの犯行計画や、その流れについて解説していくぜ。主犯の川村は、事件を起こす少し前までトラック運転手をしており、その間に共犯者5人と知り合ったんだ。ふむふむ。この頃から、川村は背中に入れ墨を入れてるだったり、父親が暴力団員だなどと嘘をついて力を誇示していたんだ。自分を大きく見せようとする人はよく見かけるよね。先に言っておくが、この事件の主犯2人は、虚言癖かと思えるほど簡単に嘘をつくぞ。その後に職を転々とし、1999年の夏頃には中古車販売業を営んでいたそうだ。1999年夏、牧田が川村に対し、何か儲かる仕事はないか？と話を持ちかけた。以前、野村から取り込み詐欺で会社を潰したことがある。ということを聞いていた川村は、休眠会社を乗っ取って取り込み詐欺を行うことを決めた。取り込み詐欺って何？取り込み詐欺とは、代金後払いで商品を注文し、商品を受け取った後、代金を支払わずに逃げるという詐欺だ。手法は、まず売上を欲している物販会社をターゲットとして、何度か少額の取引をして、信用させた後、頃合いを見て取引の希望を聞くし、小切手などの支払いに変える。そして最終的に、納品させた商品の代金を支払わないまま姿をくらます、という手順だ。売上を欲している会社を狙うってのが、特に姑息だね。ちなみに休眠会社っていうのは、長期間企業活動していない会社のことだ。川村と牧田は、取り込め詐欺の準備で犯行グループを集めた。その時集まったのが、今回の事件の6人グループってこと？ああ、そうだぜ。しかし彼らの多くは多額の借金を背負っていて、消費者金融のブラックリストに載っていたため、借り入れができない状態にあった。じゃあやめなよ。同年11月、とある休眠会社を乗っ取り、会社の名義を自動車部品販売会社シムスに変更した。唯一ブラックリストに載っていなかった牧田が代表取締役。佐藤、白沢、池田が取締役となった。あれ？主犯の川村と野村は？主犯の2人は、詐欺がバレて、刑事責任に問われることを危惧して、役員にならなかったんだ。それでも裏で牛耳っていたのはこの2人で、4人との力関係は明白なものになっていったんだ。そういうところだけ頭が働くんだね。それでも、銀行などからの融資は信用が得られなかったため、取り込み詐欺の進捗は良いものと言えなかった。まあ、そりゃそう。って感じだよね。このことに野村が激怒し、4人を生命保険に入らせ、逆らえば殺されるという恐怖心を植え付けることに成功するんだ。いや、何に成功してんのよ。これによってメンバーの精神状態は不安定になり、自殺を図る者や会社を休む者も現れ出した。
それでも、河村と野村の圧力は強くなる一方だったんだ。他の4人は脅されて仕方なく、といった感じだったのね。1999年12月、野村の父が経営していた金融業者の従業員が、野村に対し、深谷茂樹さんの借金の取り立てを依頼した。一行は茂樹さんのことを尾行し、陽子さんと帰宅する姿や喫茶店の場所を確認すると、茂樹さんを呼び出し、一度話し合いを行ったんだ。話し合いって言っても、脅迫みたいな感じでしょ？まあ、そうだな。しかしこの時の茂樹さんは、借金を返すような素振りはなく、様々な脅しをかけても折れなかったらしいぞ。茂樹さんにも、多少の落ち度はあったのね。これがきっかけで、河村と野村は茂樹さんに対して怒りの感情を抱くようになり、あんな奴は取り立ての時に殺して、ドラム缶で焼き殺して養鶏所の餌にしたこともある、などといった、予言を吐いたんだ。怖、しかもホロウイって。さらに茂樹さんを執念深く追った一行は、彼の自宅に妻である陽子さん以外のもう一人の女性、すなわち、高橋勝子さんがいることも突き止めていたんだ。このように、茂樹さんの環境を知っていく一方で、取り立ては全然進まなかった。これが、さらに河村と野村の怒りに拍車をかけることになるんだ。もう、止まれそうにないね。時は過ぎて2000年の2月、取り立てが一向に進行しないという佐藤の報告を受け、野村は深谷さん夫妻や勝子さんを拉致監禁し、車などを強奪する、といった計画を実行させることにした。河村、野村を除く4人は指示通り、監禁用の道具を用意して茂樹さんの家の前で待機していたが、茂樹さんが帰宅する前に4人とも寝てしまい、計画は失敗に終わったんだ。この失敗でやめてくれればよかったのに。このことで4人は、河村と野村に強く叱責された。その後、取り込み詐欺が順調に進んでいたことから多忙になり、一旦茂樹さんへの取り立ては忘れられていたんだ。そのまま忘れててほしい。しかし、4月3日の午後1時頃に野村が父親と電話した際、借金の取り立ての件で強く叱責された。茂樹さんのせいでメンツが潰れたと感じた野村は、再び憎悪をあらわにし、茂樹さんを拉致監禁、殺害することで報復し、金目のものを奪うという計画を改めて立てた。やっぱもうダメだね。前回は4人に任せて失敗したため、この時は2人も同行することに決めたんだ。野村は殺害に使うためのドラム缶を用意してほしいと河村に頼み、河村は、ガソリンスタンドからドラム缶を譲り受けた。それから他の4人を呼び寄せ、犯行の計画を教え、加担することを命じた。ふむふむ。白沢が一人拒否したが、それならドラム缶を3つにする、と殺害をほのめかす言動をし、脅迫する形で協力させたんだ。もう、主犯の2人には逆らえない状況だね。河村が、死体をチェーンソーで切断すると、血が飛び散って嫌だと話すと、野村は、生きたまま焼き殺せば、血はつかないと発言したことで、殺害の方向性が決まったんだ。ひゃあ、その後は、牧田が犯行道具を、佐藤がガソリン混合油の調達を命じられた。さらに野村が、ドラム缶に穴を開けて焼却しやすくしたんだ。野村は改めて4人に事件を実行するか問い、逃げ場もなかった4人は、自分たちだけの責任で行うと言ってしまった。いや、どう考えても一番悪いのは河村と野村でしょ。その後、具体的な犯行計画が練られ、牧田の車で茂樹さんの家の車庫に入れないように妨害し、茂樹さんが牧田の車に近づいたところで暴行して、車を強奪するという筋書きが出来上がった。この際、改めて河村と野村は、4人だけの責任ということにするように命じている。人に責任を押し付けて、自分たちは逃げようとするなんてひどい話ね。4月3日夜、池田の運転する車に河村と野村が同乗し、他3人は車庫妨害に行っていた。茂樹さんが経営する喫茶店から、茂樹さん、陽子さん、勝子さんが出てくるのを、野村たちが追跡し、白沢と佐藤は茂樹さんたちに襲いかかれるよう、物陰に潜んでいた。日付が変わって4月4日、茂樹さんたちが自宅に到着すると、車庫の前に車が止まっていることに気づいた。そして、3人とも牧田の車に近づいていくんだ。ああ、逃げてー。3人が車に近づくと同時に、白沢が茂樹さんの背後から、角材で頭部などを数回殴った。茂樹さんは殴られながらも近所の知人宅に逃げ込み、一命を取り留めた。その際、白沢が茂樹さんを追ったが、見失った。隙を見て、うまく逃げ込んだんだね。しかし、陽子さんと勝子さんは逃げ遅れ、車内に監禁されてしまうんだ。ああ。その後、池田は茂樹さんの車を強奪して運転、それを監禁した2人を乗せた牧田が追った。一方で河村は、先ほど3人を尾行していた際に使っていた車で犯行現場を後にした。また、野村と白沢は自らの足で現場から離れたんだ。このように、6人は一度バラバラになったが、後に名古屋ドーム付近で集合している。
池田が奪った車の燃料が少なかったため、白沢を乗車させた上でガソリンスタンドに行き、愛知県瀬戸市の自動車学校で再集合することが決まった。それでどうなったの？しかし、白沢と池田は、茂木さんの110番通報で張り込んでいた警察に発見され、任意同行されることになったんだ。茂木さんの早い対応が、二人の逮捕につながったんだね。一方、白沢と池田を除く他の4人は、自動車学校の前で、陽子さんと勝子さんをガムテープで緊縛しながら二人を待っていたが、一向に来なかったため、付近を捜索した後、4人だけで作戦を続行することに決めた。犯行に使えそうな場所を捜索しながら、山道を走っていたところ、4人は東大大学院の演習林にたどり着いたんだ。ふむふむ。4人は陽子さんと勝子さんの手首を後ろ手に縛り、口をガムテープで塞いだ。その後2人をドラム缶に入れ、約1リットルのガソリン混合油を頭からかぶせた。その際、陽子さんと勝子さんは悲鳴を上げたが、これに対し野村は、かわいそうだが、恨むならお前の旦那を恨めよなどと口にしたという。最低ね。ドラム缶に蓋をかぶせ、牧田が点火のための新聞紙とライターを用意した。野村の持つ新聞紙に牧田が火をつけようとすると、俺が火をつけろってことか？と野村が実行犯になることを拒否したため、川村が牧田に点火役になることを命令した。ここでも責任転嫁するのね。そして、ドラム缶の穴に火を近づけると、計画通り発火し、陽子さんと勝子さんの断末魔のうめき声が響き渡る中、殺害が行われたんだ。へえ、えげつないわね。うめき声が聞こえなくなり、二人が焼死したのを確認した後、川村は人を丸すというのはこんなもんだと発言した。その後、4人は証拠になりそうなものを一緒に燃やし、炭化した陽子さん、勝子さんの死体をチェーンソーでバラバラにした。さらに粉々にし、周囲に撒き散らして遺棄したんだ。人のことを何だと思っているのかしら。しかし、燃やした遺留品などを乱雑に遺棄したほか、死体の解体に用いたチェーンソーなども、その場に放置していたため、多くの証拠品が現場に残る形となったんだ。いや、それを持って帰るくらいの知恵は働かせなさいよ。警察の動きは早く、この4人は4月10日までに全員が逮捕されているぞ。まず、事件発生の4月4日午前10時20分頃、佐藤が発見され、任意同行の後、13時頃に緊急逮捕された。川村と野村、牧田の3人は東京方面に逃亡したが、牧田が指名手配されたことを知ると、川村と野村は牧田に対し実施することを命じ、犯行は4人だけで行ったことにし、女性2人は解放したと供述することも命じた。どこまでも姑息ね。牧田は指示に従い、5日に逮捕された。当初は川村と野村の指示通りに供述していたが、嘘を隠しきることができなくなった段階で、川村と野村の存在を供述した。10日までに多数の証拠品が見つかり、指名手配していた川村、野村の自首によって犯人全員の逮捕に至った。当初の取り調べでは、自分たちは強盗殺人に関与していないと供述していた2人だったが、野村が早い段階で俺、川村と共に計画を練り、牧田たちに殺人をさせたことを認めたんだ。あら、意外とあっさり認めるのね。一方、川村の方は無関係だと主張、他の4人は、野村の後ろに暴力団関係者がいたため、逆らえなかったと主張した。24日、牧田ら4人を強盗致傷容疑で起訴、その後も DNA 鑑定などから証拠が集まり、6人全員が殺人罪で再逮捕された。また、5月初め頃、川村がついに自白し、6人は強盗殺人、死体損壊の容疑で逮捕された。6人の初公判は、2000年の7月18日に、名古屋地裁で行われた。検察は、首謀者2人が共犯者4人を生命保険に加入させて、逆らえば丸すことをほのめかしていた。計画的犯行口止め目的で勝子さんを巻き込んだ。血液が飛散しないという理由で焼き丸したと主張した。まあ、全部正しいわよね。裁判で、主犯の川村と野村は犯行を認めた。牧田と佐藤は事実を認めはしたが、主犯2人に逆らえなかったことを主張し、情状酌量を求めたんだ。さらに、白沢と池田は、実際の現場にはいなかったため、何が起きたのかはわからないと主張した。犯行は6人とも認めてたと思うんだけど、結局主犯の2人は死刑になったんだよね。ああ、検察が死刑を求刑したのは、川村、野村、牧田、佐藤の4人だった。白沢と池田には懲役15年を求刑していたんだ。現場にはいなかった2人だからね。そして2002年2月21日、主犯の2人に死刑判決が下された。
さらに、牧田と佐藤には無期懲役、白沢と池田には懲役12年の判決が下されたんだ。主犯の二人はともかくとして、他の4人は脅迫された事実もあったし、正当な判決かもね。その後、控訴や上告を繰り返したが、結局判決は覆らず、判決通りの刑が確定したんだ。その後も野村や河村は訴訟などを起こして抗っていたが、2009年1月9日に河村と野村は同時に、刑が執行された。今も無期懲役の牧田、佐藤は刑務所にいると思うが、白沢と池田は、順当に言っていれば2018年、刑期を終えて出所しているだろうな。この二人が再犯しないように祈るわ。今回は、ドラム缶女性小殺事件について解説したぜ。生きたまま、しかも関係ない人をやきまるするなんて、とても信じられない事件だったわ。被害者のご冥福をお祈りするとともに、事件を決して忘れないようにしていきたいよな。こんにちは。ゆっくり霊夢です。こんにちは。ゆっくり魔理沙だぜ。霊夢は狭いところは好きか？突然どんな質問よ。いや、好きな人もいればそうでない人もいるから、どっちかなと思って聞いてみたぜ。そうね。結構嫌いじゃないかもしれないわね。例えば、カプセルホテルとか、雪の鎌倉とかは、結構落ち着くから好きだわ。ほう、なるほどなるほど。寝袋とかヨギ棒とか、体にフィットして包まれるのも好きかな。なるほどな。ちなみに私はどうも苦手なんだ。体の自由が利かないし、特に暗くて狭いところは考えるだけでも。そうなのね。でもどうしてこんな質問してきたの？今回話をしようと思ってる事件に少し関係してるんだな。どんな事件なの？2001年9月1日に、名古屋で起きた、風俗店経営をする男性が銃撃を受けたんだ。そのまま車のトランクに押し込まれて誘拐され、この犯行を目撃した女性も銃撃被弾して負傷。誘拐された男性は命を奪われ、ドラム缶にコンクリート詰めにされた上、遺棄された誘拐殺人事件なんだ。そうなんだ。車のトランクとドラム缶のコンクリート詰めが質問の背景ね。ああ、そうだぜ。霊夢が好きって言うから霊夢がヤバいやつなんじゃないかと。ちょっと、車のトランクもドラム缶のコンクリート詰めも、好きなわけないじゃない、そんなの嫌よ。そうだよな、それを聞いて安心したぜ。それでは、事件の概要について説明するぜ。お願いするわ。2001年9月1日の23時頃、名古屋市中区の路上で、作業着とヘルメットで、工事作業員に変装した10人くらいの集団が、当時54歳の男性をピストルで撃って襲ったんだ。突然撃たれるの？犯人グループは、数十分前から歩道の工事を装い、被害男性が帰宅する際に襲ったらしい。事件発生現場の隣のマンションに住む知人女性が、この犯行を目撃し大声で助けを求めるんだが、それに気づいた犯人グループがこの女性に発砲、そのうち一発が首を貫通して大怪我を負わせたんだ。とんだとばっちりが、首を打ち抜かれたなんて、大丈夫だったのかしら。ああ、女性は重傷だったが命に別状はなかったぜ。犯人グループは、暴行後に車のトランクに押し込み、さらに数発追い打ち発砲して拉致して車で逃走した。なんだか嵐のように起こった事件ね。男性は、トランクの中で絶命。ほぼ即死だったらしい。トランクの中で至近距離で数発だものね。そして犯人らは所持金や貴金属類を強奪し、男性の遺体を損壊し、滋賀県の川に沈めたんだぜ。沈めた？ああ。遺体をばらして、ドラム缶にコンクリート詰めにしてな。犯行時刻は深夜23時頃で、10人ほどで寄ってたかって襲撃したせいか、犯行グループの一人が、携帯を路上に落としたまま逃走したんだ。え、携帯落とした、足がつきそうね。ああ、この携帯の通話履歴から身元を割り出され、9月17日に主犯格の男女3人を逮捕、犯行に使われた拳銃が押収されているんだ。指紋も残ってるだろうし、致命的な証拠を現場に残してしまったのね。そうだな。それで、犯人はどんな人たちだったのかしら。主犯格は、元山口組系暴力団員で当時33歳の男性 Y と、人材派遣業の当時43歳の男性 F、そして当時30歳の無職の、女性 K 子の3人だぜ。そして、当日の実行犯は、Y の指示を受けた夫婦と、人材派遣業で働く日系ブラジル人男性数名だったぜ。元山口組系が絡んでるのね。それにしても10名がかりで車2台って、いくら23時でも目立つわよね。犯行現場は、名古屋市営地下鉄の鶴舞駅がある、大通りに面した場所で栄の繁華街の近くだぜ。公園やテレビ局も近くにあり、夜中でも人通りも車も多い場所なんだぜ。しかも、愛知県警の中警察署から500メートルの距離だ。
え、そんな目立つ場所で起きた事件なの。しかも警察署から至近距離だなんて。ちなみに那珂警察署は、愛知県内でも筆頭クラスで、全国でも4番目に大きい警察署なんだぜ。そんな大きい警察署の近くで、住人がかりの発砲事件って、おまけに、一般市民がその犯行現場をビデオに収めていて、ニュースでも報道されたんだ。めちゃくちゃ堂々と犯行に及んだってことね。この事件は突然起こったわけではないようなんだぜ。どういうこと？被害者の男性は、ホストクラブの経営者なんだ。主犯格の男と被害者男性と金銭トラブルで、路上で言い争うのがたびたび目撃されているぜ。なるほどね。それだけではなく、被害者男性は、この事件の前の5月にも集団暴行を受けていて、警察沙汰にもなっているんだぜ。自宅マンションのエレベーター内での暴行や、空き巣被害にも遭っていたようだぜ。そうなんだ。予兆があったのね。ああ。具体的には、主犯格の男は、被害者男性が経営するホストクラブから、みかじめ料を受け取っていた、山口組系暴力団に所属していて、これをめぐるトラブルが動機だったようだぜ。そういうことね。やっと理解できたわ。ちなみに、みかじめ料ってたまに聞くけど何なのかしら。一般人には基本的に縁はないものな。ちょっと説明しておこうか。お願いするわ。いわゆる飲食店や小売店が、店を構える地域の暴力団に支払う場所代や、用心棒代のことを指すぜ。これは日本だけじゃなく、世界各国にいろんな形で存在するんだぜ。特に日本では、諸場代や森料と言われていて、これを払うのを拒否した場合、嫌がらせや、実際に暴力行為の脅しだけでなく、実際に行為が行使されることもあるんだぜ。この文化って、日本だけではないのね。しかし、理不尽な仕組みよね。ああ、そうだな。1990年代から、これを禁止する法律や条例が作られたんだが、現場では支払わざるを得ないケースも多いようだな。その場ですぐ取る側が検挙されるわけではないし、見えないところで嫌がらせや脅しがあるだろうから、営業にも支障が出るし、従業員の離職とかモチベーションにも関わりそうだものね。ちなみに、この法律や条例では、請求する側も支払う側もどちらも処罰の対象で、実際、支払った店のオーナーが検挙される例もあるぜ。そうなんだね。少し話したが、この事件は市街地のど真ん中で、しかも大きな警察署の近くで堂々と行われた。近隣住民も被弾して大怪我を負ったし、第三者が拉致の一部始終をビデオでも撮っている。深夜23時とはいえ、人通りはあって、目撃したカップルが看板に身を潜めていたり、被害者男性の助けを求める叫び声で、通行人たちの多くが逃げている。人知れずひっそり行われた犯行ではないものね。犯人グループが車で逃走した後、現場にはいろいろなものが残されていたんだ。歩道には、工事用のカラーコーン3個と、ベンチなどが入った工具箱。被害者男性のものと思われる潰れたメガネ。他にも、拉致現場近くの植え込みからは、空の薬莢が5発見つかっているぜ。そして、逮捕に繋がった携帯電話は2台あって、1台は被害者のもので、もう1台は、犯人グループが落としたプリペイド式の携帯だ。目撃者によると、携帯は2、3度なっていたらしい。結構いろんなものを残していったのね。ちなみに、犯行グループが着ていた作業着やヘルメットは、那珂区内の工事現場から盗んだものだったようだな。工事のふりをして待ち伏せて襲ったように周到さの反面、後始末はおろそかなのね。次は逃走に使った車両だ。白と黒の2台の乗用車であることが分かっていたが、被害者を拉致し、逃走に使った車両は映像などから白いクラウンと特定された。この車は、事件発生後から9日後の9月10日に、滋賀県の伊吹町の農道脇で見つかったんだ。どうやら、9月7日頃から放置されていたようで、近隣住民が役場に通報し、警察が車を確認した。この車は、滋賀県内で7月に盗難車両として届け出があった車だったことがわかり、レッカー移動の手配をして、3時間後に戻るとなんと全焼されていたそうだ。その間に全焼。放置現場は至近に民家がない山中で、携帯の電波も届かないところで、レッカー手配をするのに、警察官が駐在所に戻っている間に放火されたらしい。7日くらいから放置されて3日間くらいあって、見つかった10日に警察官が見に来て、離れてる3時間の間に放火って、違和感あるわね。犯人グループは近くで監視でもしていたのかしら。確かに不思議だが、そこまでは明らかではないようだ。捜査の話を続けるぜ。回収された車両を調べると、ナンバープレートは外されていて、ドアはロックされていて、窓にはスモーク、車内には犯行時に身につけていたと思われる。ヘルメット数個や作業着の焼け跡が見つかり、後部座席には弾痕が見つかっているぜ。その弾痕は、被害者男性をトランクに押し込んだ時の追加発砲ね。
ああ、間違いないだろうな。車は名古屋から名神高速を経由して、滋賀方面に移動したと見られているぜ。次は例のプリペイド携帯についてだ。これが決定的なのよね。ああ。この通信記録から犯行グループのメンバーがいよいよ捜査線上に浮上してくるぜ。その男は、プリペイド携帯をまとめて10台購入。現場に残された工具箱に入っていた工具が特殊で、滋賀県内で売られていたことや、犯行前日は、名古屋のホテルに宿泊していたなどだ。そして10月15日に犯行グループのうち、一組の夫婦が自動車窃盗の容疑で逮捕されるんだ。さっきのクラウンの盗難はこの夫婦なんだが、実は滋賀県彦根署で自動車窃盗で指名手配だったぜ。事件前の7月にレンタカーを盗み、その車内からは、拉致事件の前に、被害者男性が、マンションのエレベーターで暴行を受けた話をしたが、その実行計画書と、被害者男性の自宅地図が見つかっている。ああ、さっきの話、繋がってるのね。そして取り調べの中で、拉致に使った白いクラウンを、市販車から金になる誘いを受けて、盗難したことを自供しているぜ。このレンタカーとクラウン以外にも、複数車を盗難し、それぞれの短銃が見つかっているんだぜ。この男は自称暴力団員の系で、自動車窃盗の常習者だったんだぜ。まずは一組逮捕ね。そして2日後の10月17日に、主犯格を含む3人が逮捕されるんだぜ。いよいよね。逮捕されたのは、名古屋市の元山口組の33歳の男 Y、滋賀県の43歳人材派遣の男 F、滋賀県の無職30歳女性 K 子だ。事件現場のプリペイドカード携帯は、この Y が関与していることを警察は掴んでいたんだ。どうやら Y は被害者男性に、1000万以上の借金があったらしいんだぜ。なるほどね。みかじめ料のトラブルではなく、借金トラブルによる怨恨ってことなのかしら。そして、翌10月18日に、自動車窃盗の系夫婦が再逮捕されるぜ。というのも取り調べが進む中で、被害者男性が絶命しているのを確認した後、Y や F と別れたと言っているにもかかわらず、沈められたらしいと供述したらしい。追及すると、主犯格の Y たちが、セメントやドラム缶を用意しているのを見て、遺体を埋めるのかと怖くなって、その場を去ったと供述したようなんだが、沈められたらしい、というのと、その場を去ったってなんかギャップがない。そうなんだ。警察がそこを追及をしていくと、K の妻が、遺体をドラム缶に入れて、滋賀県内の川に沈めたと供述したんだぜ。遺体遺棄の実行犯だったってことね。さらに K の妻は、被害者の所持金数百万円と、身につけていた時計や貴金属は質屋に売って、5人で山分けしたと供述したんだ。主犯格の Y は口を割らず、F と K 子は全面否認、K は逃げたという中、K の妻が事実を吐いたんだぜ。そして、翌19日に供述にあった川を捜索し、ドラム缶に詰められた遺体を発見。歯型から被害者男性と特定されたんだぜ。被害者男性は、被弾による失血が要因で絶命。遺体解剖の結果、弾が一発体内から見つかっている。K の妻が自供したおかげで明らかになっていくわね。取り調べを進めていくと、本当の目的は、金銭を奪うことだったらしいんだ。ところが、K が被害者と目撃者の女性に発砲し、計画が狂ったようだ。ということは、主犯格の Y が指示して殺害したわけではなさそうなのね。ああ。この K は、自動車窃盗の時に、暴行の指示書を残したり、事件後の盗難車両に、拉致時に使った凶器の短銃を置きっぱなしにしているんだ。そのくせ、取り調べでは発砲したのは Y で、埋めるっぽいのが怖くなって逃げたと言っている。なんか、尻滅裂な供述って感じね。この自称暴力団員の K は、F が経営する人材派遣会社の社員で、他の実行犯も F の会社で働くブラジル人。拉致事件当日は、主犯格の Y が、被害者男性が店の事務所を出るのを確認して、K にプリペイド携帯で連絡し、人材派遣会社で働く K と K の妻、ブラジル人たちが拉致を実行した。現場に落とされたプリペイド携帯は、おそらく K が落としたものと考えられるな。ということは、主犯格の Y からすると、K が計画を台無しにした、って感じなのかしらね。11月7日に、この犯行グループらが名古屋地裁に起訴されるぜ。発砲した自称暴力団組員 K を、強盗殺人罪、主犯格の人材派遣用 F、元暴力団組員 Y、無職女性 K 子らの4名が、強盗致死罪の罪状だ。計画段階では、犯行グループに殺害の意思はなかったと判断し、被害者が拉致時に激しい抵抗をしてきたため、K がやむを得ないと独断で判断して発砲。他の4人の被告に殺意はなかったとしたんだぜ。なるほどね。そして、4年後の2005年7月に判決が言い渡される。
主犯格の当時33歳の元暴力団員 Y が、懲役15年、当時43歳の人材派遣業 F は、無期懲役。当時30歳無職の女性は、懲役12年が言い渡された。そして、問題の K は無期懲役、K の妻は懲役5年となったんだぜ。やらかした K と K の雇用主で、主犯格の F が一番重い無期懲役となったのね。その他、実行犯の日系ブラジル人数人は、判決時は逃亡中で指名手配となっていたが、事件から16年後の2017年に、ブラジルのサンパウロで実行犯2名が逮捕されたぜ。なんだか物騒な事件だったけど、実行犯の K の間抜けな事件という印象ね。ああ、ある意味ヤバいやつだったな。この事件は K の言動が目立つが、それよりも被害者男性の命が奪われた凶悪事件だ。被害者のご冥福を心よりお祈りするぜ。そうね、安らかにお眠りください。こんにちは。ゆっくり霊夢です。こんにちは。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は大阪府泉市元社長夫婦殺害事件について紹介するぜ。漢字が羅列していてインパクトのある事件名だわ。事件内容もかなりインパクトがあるんだぜ。え、それはとっても気になるわ。詳しく教えてほしいわ。任せてくれ。それではゆっくりしていってね。大阪府泉市元社長夫婦殺害事件とは2004年12月3日に、大阪府泉市府中町に在住していた織物製造、販売会社の元社長夫婦が、殺害された後、遺体をドラム缶詰にされ、豆腐、阪南市新町の菓子ガレージ内に破棄された。強盗殺人事件だぜ。へ、詳細がもうかなり、恐ろしいことになってるわね。ちなみに、大阪ドラム缶遺体事件とも呼ばれることもあるんだ。こちらの方は、割とシンプルな事件名だけど、どちらにせよ、恐ろしいのは変わりないわね。それは、間違いないな。ちなみに犯人は一体、どんな人物なのかしら？2004年12月3日、鈴木勝明は浅井健二さん宅の敷地内にある会社事務所で、浅井さんとその妻の清代さんの頭部を鈍器で殴って殺害するんだ。ひどいことが起きたわね。鈴木は当時、消費者金融などに数百万の借金があったらしいぜ。その後、鈴木は浅井さんの高級腕時計ロレックス2個、契約140万円相当と、清代さん名義の乗用車約100万円相当を奪っているんだ。ロレックスの時計を2個も所有していたのも単純に驚いてしまうわ。浅井さんは元カーペット製造販売会社社長だからな。鈴木は明らかに、狙っていたわね。そして事件翌日の12月4日に、夫婦宅の敷地内にある会計事務所2階の床に、数箇所の血痕があるのを夫婦の長男が発見する。長男は両親と連絡が取れなくなっていることから、大阪府警泉警察署に家出人捜索願いを出したんだ。突然、連絡取れないと心配になるよね。これを受け、泉警察署は捜査を開始し、会社事務所から血痕や毛髪を採取したんだ。それらの一部を鑑定した結果、いずれも浅井夫婦のものだったんだ。長男からしたら、認めたくない事実だよね。また、失踪に第三者が関与した形跡もないことから残りは鑑定しないまま事件性は低い、と判断し、捜査は中断したんだぜ。ええ、かなりヤバい事件性があると思うわ。一方で鈴木は事件当日の昼頃、泉佐野市内の質屋に奪った高級腕時計を持ち込んで、現金50万円を受け取って、その後ホームセンターでドラム缶を2個購入したり、過去に利用した質屋に利息を払うなどして、事件で得た50万円のうち、数日間で約40万円を使ったんだぞ。よほどお金に困っていたと見えるわね。12月5日には大阪泉南市で警察官が夫婦の車を目撃していて、パトカーで追跡したが、見失ってしまって運転者は確認できなかったみたいだな。絶対に鈴木が運転しているのに違いないわね。事件から4日後の12月7日に、鈴木は阪南市新町のシャッター付きガレージを借りる契約を結び、賃料1ヶ月分と保証金合計6万2千円を支払っていて、鈴木はここに夫婦の車を駐車して、二人の遺体をドラム缶に入れて、ガレージ内に放置したんだぜ。ちなみにこの貸しガレージは浅井夫婦宅から直線距離で約20キロの場所だったんだ。遺体をドラム缶に入れて、さらにそのままガレージに放置するなんて、考えられないわ。鈴木は夫婦の失踪当日の12月3日から、ガレージを借りた12月7日までに浅井さんの携帯電話から、温泉でゆっくりする。心配しないでや、会社事務所の結婚は妻の鼻血だなどの、数通のメールを親族に送信しているんだぜ。偽装工作をしていて抜かりないわ。親族は浅井さんに電話をかけ直したが、ドライブモードに設定された状態で、
連絡は取れなかったみたいだ。うむ。一方的に連絡しといて、こちらからは連絡できないのは怪しく感じるよね。しかし、メール受信した親族は新聞の取材に対し事件の数日後にしばらくしたら帰るという、内容のメールが届いていた。警察からの連絡で、車があちこち移動していることも分かったので、最初は安心していたと語っているんだぜ。確かにそんなメールが来たら騙されて、安心するわね。鈴木は貸しガレージの賃料を1ヶ月分だけ支払い、あとは鍵も返さずに連絡を絶っていたんだ。貸しガレージ側も、その後の借り手がつかなかったことから、そのまま放置して中を、確認してなかったみたいなんだぜ。貸しガレージ側も管理が少しずさんだわね。夫婦の失踪から5年後の2009年11月21日にガレージの管理者が、ある契約者から、もう1台分借りたいという申し出を受けることになるんだ。そのため、空いていたガレージの、シャッターを開けたところ、中に車が1台と水色のドラム缶2個が放置されているのを発見し、ガレージ管理者は11月23日午前11時15分頃、大阪府警泉南警察署に、不審な車とドラム缶2個があると通報したんだぜ。なるほど。であれ？ 5 年も月日が経っていたのね。それまで見つかってないのに驚きだわ。これを受け、11月25日午後1時半頃、泉南署員がドラム缶を開けたところ中から、成人の男女と見られる遺体を発見するんだ。想像するだけでゾッとするわね。その通りだ。遺体は腐敗が激しく、死後数年経過していると推測されたんだ。そして車のナンバープレートを照会した結果、捜索願いが出されていた浅井夫婦のものと判明し、このことから大阪府警は、遺体はこの夫婦の可能性が高いとみて、死体遺棄事件として、捜査を開始するんだぜ。5年の月日が経っているのは、捜査が難しそうに感じるわね。11月26日、大阪府警の捜査で、夫婦が失踪した直後の2004年12月4日と6日に、夫婦の所有していた車が国道26号を走行し、和泉市付近から阪南市方面に向かう複数の地点を、走行していたことが判明したんだぞ。走行していた形跡があるってことは殺害された夫婦以外が運転していることになるもんね。大阪府警は、夫婦が何かしらのトラブルにあったか、連れ去られた可能性があるとみて捜査するんだ。そして、遺体が浅井さん夫婦であることを確認。死亡推定時期は、失踪時期の2004年12月頃、と判明するんだぜ。やっと見つかったのね。発見された車のそばには、使いかけの砂袋が開封された状態でガレージ内部に放置されていたんだ。ガレージは屋根やシャッターがあり、密室状態だったためかドラム缶は錆などの劣化がなく、新品に近い状態だったんだ。これらのことから、ドラム缶、砂袋ともに購入直後に、使用された可能性が高いと見られたんだぜ。なるほど、そのものの状態から、判断するのね。そして大阪府警は最後の借り主である鈴木が、何らかの事情を知っている可能性が高いとみて、11月26日午後、重要参考人として事情聴取し、以下のことが判明したんだぜ。一体どんなことが判明したのかしら？鈴木が過去に夫婦宅のリフォーム工事を手掛けていた点。夫婦の失踪直後の12月7日に鈴木は駐車場を契約した後、シャッターの鍵を返却しないまま、管理者との連絡を絶っていた点。夫婦が失踪した後、会社事務所から預金通帳などがなくなっていた点。なるほど、この3点が判明したんだね。死体遺棄罪は、公訴時効の3年がすでに成立していたため、大阪府警は窃盗容疑で、鈴木を逮捕するんだ。夫婦が死亡した経緯について、厳しく追及したんだぜ。やっと逮捕されたんだね。5年越しだわ。夫婦の遺体はいずれもパジャマ姿で、失踪当時、寝室の掛け布団はめくれ上がっていたんだ。このことから夫婦が異変を感じ、夜中に目を覚まし事務所に様子を見に行ったところ、何者かに殺害されたと大阪府警は推測したんだぜ。布団のめくれ具合で、そこまで推測するのすごい。取り調べで鈴木は腕時計を質に入れた、12月7日にガレージを借りた、夫婦の車を、ガレージに駐車した、という3点については認めたが、いずれも動機を、知人に頼まれたためと供述したんだ。一発で嘘とわかるわね。そしてドラム缶についてはガレージを借りる時はなかったと説明し、逮捕容疑である、窃盗、殺害、死体遺棄への関与はいずれも否定したんだ。鈴木は殺害については否認し続けていたんだが、事件発生から丸6年となる2010年12月3日に、大阪府警は鈴木が夫婦を殺害したとして、強盗殺人容疑で再逮捕したんだ。否定し続けていたのにどうやって逮捕できたのかしら？
それは、自供や凶器など物的証拠は得られなかったが、大阪府警は1年余りの捜査で状況証拠を積み重ね強盗殺人容疑での逮捕に踏み切ったんだ。なるほど、警察としては1年間ずっと状況証拠を積み重ねていたのね。浅井さんの高級腕時計を質に入れて入手した50万円の大半は、鈴木が一人で使い切っていたんだ。現金を他の人に分配した形跡がないことから、大阪府警は鈴木が主張する第三者が、存在しないことを裏付ける事実と見たんだな。確かに、奪った現金を一人で使ったということは単独で動いていた証拠になるわね。また、ドラム缶付近で発見されたタオルに、鈴木の血痕が付着していたことも判明していて、これは夫婦を殺害した際、抵抗を受けて負傷した際の血液を拭き取ったものと見られた。これは確実な証拠だわね。事件の犯人の鈴木勝明は1967年5月13日生まれだ。1984年に高校を中退後、2005年8月までの間に、大阪府内の電気会社や建設会社など計4社で入隊者を繰り返しているんだ。ふむふむ。2003年9月、大阪府泉南市の建設会社に入社し、この会社は本事件の被害者で、大阪府泉市副中長の浅井健二さん74歳宅の新工事を手掛けていたんだ。鈴木も2004年1月から2月にかけて、この工事に作業員として給水工事の手伝い、土の埋め戻しなど力仕事を担当しているぞ。む？ということは、お互いに面識があったのね。浅井さんは織物製造販売会社の元社長で鈴木は浅井さん夫婦と面識はあったが、親しく話す間柄ではなかったらしいんだぜ。すれ違ったら、挨拶するくらいだわね。2003年11月22日に鈴木は浅井さんの妻の清さんの高級時計、約30万円相当を、盗んでいるんだ。他にも集金した工事代金を会社に振り込まなかったり、浅井さん宅から多額の現金がなくなるといったことが、頻繁に発生するんだ。このことだけでも結構な事件だわ。そのため、建設会社の現社長が鈴木を問い詰めたが鈴木は絶対に知りませんと否定しているんだ。うむ。いかにも鈴木が怪しいんだけどね。こうした数々の金銭トラブルを理由に、社長は2004年6月に鈴木を解雇しているんだ。やはり、金銭面でのトラブルがきっかけだよね。そしてこの半年後に最悪の事件が起きるんだ。2010年12月24日、大阪地検は鈴木を強盗殺人罪で大阪地裁に起訴したんだ。この時点でも鈴木は変わらず黙秘を続けており、状況証拠から有罪の立証が可能と判断しているんだ。ついに裁判になるのね。2013年5月20日に大阪地裁で強盗殺人罪についての初公判が開かれたんだ。検察側は状況証拠を挙げて犯人は鈴木被告で間違いないと主張したんだぜ。ふむふむ。弁護側は真犯人は別の二人の男と思われると主張し、事件後に大阪府警が採取した血痕を鑑定せず紛失し、取り調べ時に警察官が違法捜査が行われていたとして控訴棄却を求めたんだ。罪状認否で、鈴木被告は夫婦殺害についての起訴事実を否認し、無罪を主張したんだぜ。なんか多少無理のある無罪主張な気もするわね。最終意見陳述で鈴木被告は遺体の損壊、破棄に関与したのは事実で、本当に申し訳ないと、謝罪をしたが、殺害は絶対にやってないと述べ、この日で公判は終了したんだ。2013年6月26日に判決公判が開かれ、大阪地裁は求刑通り死刑判決を言い渡したんだ。やはり罪的に死刑は免れないわね。裁判長は鈴木被告が遺体をガレージに破棄した、事件直後、腕時計を質に入れていた50万円をすぐに使ったことを認定し、いずれも鈴木被告が犯人である証拠と指摘し、その上で鈴木被告が犯人でないとすれば、合理的な説明がつかないと述べたんだ。なるほど。また弁護側の真犯人は別の男二人との主張に対しては、徹底した裏付け捜査を尽くしたにも、かかわらず、そうした男らの存在は確認されていない。鈴木被告が架空の人物を、作り上げているとしか考えられないと退けたんだぜ。まさしくその通りだわね。そして、二人の命を奪った非人間的で冷酷な犯行で、鈴木被告には反省、介護の、気持ちが全くなく、改善、矯正の可能性はないと述べたんだ。弁護側は判決を不服として、大阪高等裁判所に即日控訴したんだぜ。裁判は長くなりそうな予感がするわ。2014年7月30日、大阪高等裁判所で控訴審初公判が開かれたんだ。検察側は鈴木被告の控訴を棄却するよう求めたんだ。両方とも引き下がらないわね。2014年12月19日に控訴審判公判が開かれ、
大阪高裁は第一審の死刑判決を支持し、控訴を棄却する判決を言い渡したんだ。死刑になった理由は明確なのかしら？判決理由として裁判長は鈴木被告が遺体を遺棄したこと、被害者の腕時計を質に入れていた。50万円の大半をすぐ使っていたことから、鈴木被告が犯人であることは明らか。別の人物が殺害したと伺わせる証拠もなく、死刑とした第一審の判決は妥当と認定した上で、非人間で冷徹な犯行であり極刑をもって望むしかないと結論付けたんだぜ。さすがの弁護側もこれには、納得いったのではないかしら？弁護側は判決を不服として、最高裁判所に即日上告しているぞ。そんな、2017年11月7日最高裁で上告審口頭弁論公判が開かれ、結審したぜ。弁護側は一体、ここではどんな主張があったのかしら？弁護側は鈴木被告の犯行を裏付ける物的証拠などがないことを根拠に犯行状況などから、真犯人が別にいる可能性があるとして改めて無罪を主張したんだ。徹底して真犯人が別にいる主張を続けているわね。検察側はどんな主張かしら？検察側は第三者の関与を示す証拠はなく、鈴木被告の主張は刑事責任を免れるための虚偽の弁解だと反論し上告棄却を求めたんだぜ。なるほど。最終的にはどんな判決になったのかしら？2017年12月8日、上告審判判決公判が開かれ最高裁は一審、二審の死刑判決を支持して、上告を棄却し、これにより鈴木克明被告の死刑が確定したんだぜ。最終的には変わらず死刑として終わったのね。事件発生から解決までとても長い事件だったぜ。ということでこのチャンネルでは世の中のヤバい人物や事件について解説していくぜ。この動画は事件、犯人の背景経緯を知り今後このような被害に遭わないために、役立てていただけたら幸いだぜ。最後までご視聴いただきありがとうございました。